ここら辺か？ここら辺にしようか。よし。で、セレクトをして、石垣40、トゲ罠16。いいよ。あ、もっとちゃんと見れなかったっけ？あ、そうそうそう、こうだ。オッケー。トゲ罠はね、あるんじゃないか？あ、10しかないのか。とりあえず作るか、じゃあ。石垣40。石垣はこっちじゃなかったっけ？違うっぽいな。こっちだね。あ、もううるせえ、うるせえ、うるせえ、もう。ああ、死ねえ、もう。40311、これで10個できるんでしょ。あ、あともう10個んで、トゲ罠これも10。あ、もうこれでできんじゃん。勝ち申したな。ここちょっと、そうだ。もうあのおっさん入ってこうやんことやし。ね、おっさん封印の間はいらないね、もう。よし。で、ベッドをこっち。石垣をまず置くか。ほいほい。乗って下向いてこうやった方が作りやすいよね。うん。あ、落ちた。マイクラ勢はもっとうまく作んのかな。マイクラ勢はこうして、ここ向こう。で、トゲ。踏んでも大丈夫だよ。おー、やっぱ、プレイヤーは踏んでも大丈夫なんだね。すごいね。できたよ。え、でこよ。いじの守り完成させてくれたのだな。これで町の防御力も一段高かった。素晴らしいぞ。ブラファ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 。うん。間にメルキド録をさらに読み進め、新たな事実を発見したのだ。なんでもこのメルキドには、この地を支配する魔物の親玉なるものがおり、その魔物の親玉を倒すことで、空の闇を晴らすことができるというのだ。エテゴよ、もう一つ大きな目標ができたな。魔物の襲撃から町を守るべく、町の防御力をさらに強化しつつ、魔物の親玉を倒すために、より強力な武器や防具の作成に努めるのだ。石の守りの完成は我らの次なる一歩の出発点となるであろう。素晴らしい。ふん。毛皮3つ。ちょっと階段みたいなの作りたい。ここに、こうやって、こうやっとけばこうやって登れ。ね。うん。
いいね、いいね、いいね。なんか、やっぱ徐々に街っぽくなってきてるよね。素晴らしいね。これがドラゴンクエストビルダーズか。最初はやっぱり始める前はさ、なんかもう、メインクレフトのペグリじゃねえかよとか言って、マイクラドラゴンクエストモッドじゃねえかよとか、ちょっとバカにしてたけど、やっぱいいね。絶対マインクラフトじゃねえかよとか言ってたけどさ、いい、いい、楽しいね。わあ、あいつびっくり出てるなー。ロッシとロロンド。で、平式鳥は何も出てない。着替えんのか、お前。ケッパー。うん。偉そうな。鼻毛が大量に出てるせいで何を言ってもまるで説得力がない。うん。言いにくいだろうけど、鼻毛のこと彼に教えてあげたらどうだい？いや、実際さ、鼻毛出てたらさ、言えんよ、俺、正直。うん。やけどさ、言ってあげないとずっと鼻毛出てるんだよ、そういう人は、一日。鏡を見るまで。けど、鼻毛出てるやつは鏡見ないよな。ってことはもう一生言われるまで一生その鼻毛出っぱなしか？鼻毛出てるやつは鏡見ないよな。そうだよな。見てたら出ないよな。石の守りも完成し、メルキドンの町もこれからさらに栄えるはずだ。どうだえてこう、最近は我が輩たちの依頼ばかり引き受けて、自分が作りたいものはあまり作れていないのではないか？そこでだ、この辺りでお主が作った部屋や家具を自由に作ったり、今までに作った部屋の壁を壊れにくい壁に作り変えたりと、ビルダーとして経験を積んでいくと良いだろう。そうすれば街もより発展し、メルキドの復活にも一歩近づくことになるはずだ。さえてこう自由に街を発展させ、ビルダーとして一回り大きくなってくれ。なるほどね。レベル上げろってことね、また。うん、はい。メルキドには伝説的な鍛冶屋、雪の符なる人物がおり、かっこいい、雪の符。統一村が今、うん。あ、また誰か探してこい、敵イベントか、これは。より強い武器を作って、いつかこの地を支配する者を倒すためにもう、ほう、鍛冶屋の子孫。それは欲しいね。ぜひとも仲間に。あ、猪木の。食べよう。てか、もう早速討伐イベント来てるじゃん。もしかしてあれかな、レベル3が条件だったのかな。多分そうだよね。もうさっき3になっちゃったもん、さっき。いろいろと物を作って順調そうじゃねえか。俺はな、これ以上町をでかくしたり、武器を作って魔物に、てこいつ絶対魔物相手は信用してない、まだ。うん。物を作ってのは楽しくないわけじゃないわけでもなく、なくもね、なくない的な、なくじゃん、それ。なくない討論始まるぞ、それは。地味すぎて、なんとなくやる気が出ねえんだ。長谷川もっといい感じだったらやる、もしか、あれ？こいつ子孫か、もしかして。え？もしかしてお前、雪の符か？石の工房に、カー袋と壁掛け松明、それに道具屋の壁掛けを置いていい感じに改良してくれよ。ん？わかった。了解しやっしゃ。しゃあねえな。じゃあどっかに作ってやるか。しゃあねえな。てか今気づいたんだけどさ、この明るい地面、あ、やっぱそうだ、明るい地面がなんか地面判定というかさ、内側判定みたいな、そういう感じなんだね。遅い。遅いかな。一旦じゃあ、あの石の作るか、またもう一箇所。もう一箇所作るか。しゃあねえな。
収納箱を作って、ちょっとみんなが寝てる間にちょ、なんか作ってくれてるでしょこれ。収納箱じゃねえのかよこれ。いらねえよこんなの、ゴミじゃねえかこれ。何の冗談だよそれ。これ、あーちょっと宝部屋が壊れちゃったのは、まあ宝部屋ちょっと違うところに作ろう。早急に収納箱が必要。じゃあここがさ、石とろのこ、うん、工房になるわけで。あ、なんだなんだなんだ、びっくりする、びっくりするんだお前。あ、夜はお前だけか、なんか寄ってきてくれんの。ペッパーなんて言ってたっけあいつ。ロッシなんつってたっけな。石の壁掛け、道具屋の壁掛け言ってたね。道具屋の壁掛け、これか。これを、真ん中がいいよな。これでいいのかな。うん？おいおい、ロッシーちょっと、もうちょ起きて。うん、革袋か。ちょっと待って、革袋はどこにあるって？あ、多分ね、で持ってるそれ。持ってる持ってる。スタートボタンをさ、スタートボタンメニュー、ちょっと、あれで、ちょっと取り乱しました。失礼しました。もっ、あ、ほらほらほら、あるじゃん。これを、じゃあ、収納じゃなくて、こんな感じ？あったあった、これ。どこにしよう。やっぱこういうのはやっぱこだわりたいじゃん、やっぱり。ここにしようか。おい。本格工房だって。あ、来た。来るの？来るのか？まだ夜だぞ。あー、ペッパーか。こりゃすごい。ちょっといろいろ納得いってないけど、まあまあとりあえずね、1回目の作品はこんなもんでしょ。できればやっぱさ、周り全部石にしたりさ、したいよね。うん、とりあえずね。おい、できたよ。え？なに、これじゃダメなの？炉があるからダメなのか？あいつわがままだな、マジで。もう分かったよ。一から作るわ、じゃあ。しゃあねえなあ。